ピストンコラージュはフリーウェアとして提供されているミュージックエディタである。開発元は開発室ピクセル。略称かつ通称はピスコラ。作曲はピアノロールベースで行う。音源としては WAV ファイル、AM ファイルのほか、付属ソフトで作成できるピストンボイスファイルやピストンノイズファイルを利用できる。音源のデータは楽曲ファイルに埋め込まれるため、 見てのように再生者の環境によって音色が左右されることがない。出力可能なファイル形式は WAV ファイル、トゥコップファイル、トゥチューンファイルの3種類である。ピストンコラージュにはミュージックエディタの他にパラメーターを設定して独自の音色を作成できる、ピストンボイス、ドラム音などを作成できる、ピストンノイズ、トゥコップファイルやトゥチューンファイルを再生できる、 ピストンプレイヤーが付属している。また、作曲したデータは、付属の DLL を使えば、外部のプログラムからも再生できる。作者であるピクセルが作成したダウンロードゲームとして、イカちゃんと洞窟物語がある。作者はこれら2つのゲームの演奏ドライバーを開発した。これにより、ミディにはない独自性の高い BGM を演奏できた。 ピストンコラージュはこれに拡張性や使いやすさなどを足して再設計されたものである。イカちゃんで使用された演奏ドライバーはピヨピヨ、洞窟物語で使用されたものはオルガーニャと呼ばれている。ありがとうございます。